カメさん、カメです。よくね、実写の動画でなんかカメの声変わってるって言われるんですけど、21歳声があるなんてするわけありません。カメラの性能変わってるんで、ちょっと若干声とか俺の顔が変わってるかもしれない。知らんけど。やっと来たんですよ、アマドゥンから。アマゾンからじゃないですよ。まあちょっと全く思んないんですけど、これね、この2つ、今日この2つで紹介しようかなと思ってまして、まあ合わせて4000円ぐらいかな。こっち多分1000円ぐらいで、こっち多分3000円ぐらいなんですよ。知らんけど、多分正しい値段ね、あの下に出てると思うんですけども。で、これ何かっていうと、デバイスチートです。一応ね、COD モバイルのセキュリティポリシーにはこう書かれているんですよね。ランクマッチでは、非対応の周辺機器及びアプリケーション、非対応の外部デバイスまたはアプリケーションを本ゲームで利用すること、チート行為のために使用することは処罰の対象となります。ちょっと早速開けていくんやけど、ハサミないんやね、俺んち。ハサミない家なんてある？ちょっと待ってよ。こう、指入れて、こう指入れて、まずは。パンチして、ん、ちょっと待てよ。なんで？あ、これはあの違うっすね。あの日常生活のあれね。なんかあったあった、開けたらなんか地面に落ちてたわ。で、こちらっすね、これ。これなんかさ、多分中国品だよな、ほら、わかる？なんかね、中国語で書いてあって、日本語ではないんですよね、どう見ても。もう俺でもわかるわ、そんなんね。直結、簡単に言うと、連射機です。まあ連射機、連打機、まあなんかね、2つなんか呼び方があるらしいんですけど、でこれ何かっていうと、わかりますか、これ iPad にね、この iPad にカチャってつけるやつなんですよ。でね、この非対応の周辺機器っていうのが結構曖昧で、これがまあ言うたら、これはデバイスチートって言われるもんなんですよね。まあ、PC で言うんだったらコンバーターとかね、あれは完全に引っかかるやつですね。実際になんかバンもされているらしくて。で、この連打機っていうのは、荒野行動でね、かなり有名になっていまして、まあ、主に1年前か、1年前にこの連打機が話題になったみたいで、で、これを使うと、まあ、通報されたり、バンされたり、っていうことがあるんですよね。でね、実際に荒野行動でこの連打機を紹介している、まあ実況者とか、あと配信者でも、連打機は身内ルームやお遊びルームのみでの使用を推奨しますって言ってる人もいるんで、まあ荒野行動の基準的には、まあマルチとかね、まあマルチプレイとか、あとなんかそのランクマッチでは使わないことをお勧めしますって感じらしいですね。で、実際にこれを荒野行動で使うと、とんでもないね。まあ普通のこの人力ではできないプレイとかができるようになると。人力、人の力ではできないことなんで、まあ当然これはデバイスチートに当たりますよね。チートのウォールハックとか、あとはオートエイムとかと一緒。でね、早速その連打機ってやつを取り付けていくんですけれども、二つあるんですよね、こんな感じに。二つあって、まあこれどっちでもできます。どっちでもできるんですけど、これ片方だけ今回しましょうか。で、これはさっき紹介した通り、荒野行動では射撃ボタンにね、こうやってつけて使用するものですね。で、取り付け方はこれですね。ここになんかなんていうの？この変なカチカチカチってするところがあるんで、これを後ろで止めて、で、カチって止めるだけ。これで、この連打機つけれます。で、問題はね、これちゃんと反応すんのかな？荒野行動、あ、見て、射撃ボタンバグってない？これほら、あ、これほら、指で押したらこんな感じに連打できんのよ、こうやってね。でもこれ不良、これ COD モバイルではもしかして、え、ちょっと待って、これバグってんけど、ほら、わかる？射撃ボタンなくなった。で、これ外して、ほら、射撃ボタン増えて、これつけたらこっちどうなん？でもこっちつけるんやったら下向きにつけなあかんな。こうして、つけて、パチして止める。頼むぞ。ん？あ、こっち行ける。え、これ何？これ。こっち何？ちょ、ゴミ箱捨てとくわ、それ。これ何？こうして、あ、ここわかる？青くね、ピカピカピカって光ってるんですよ、ここで。ピカピカピカって光ってて。まあ一応不良品ではなさそうやな。不良品ではない。確かにちゃんと、反応してるけど、これ多分 COD モバイルだったら正しく動作しないとか、そういう、あれある？そういうことは想定して作ってるんやろうね。これ一回さ、こっちの、これまあジャンプボタンとかやったらあれやから、一旦この切り替えの方、切り替えの方でやってみよう、こっちで。こっちで、これやったら正しく作動するんじゃん。あ、こっちやったらちゃんといけるけど、めっちゃ遅い。これわかる？いや、ちょっと待って。多分このボタンのあれやな。これ一応、ね、豆知識として一番ちっちゃくして、んで、ここの端っこにして、こうやって大きくしたら壁に埋まります。はい。
あー、ちょっと待って。これさ、多分、コットモバイル界隈でも何人か試してる人いるんじゃない？俺が多分これ初じゃないでしょ。未開拓ではないでしょ。多分誰か試して、あ、これあかんわってなってたりせえへん。なんか俺が想像してたのは SKS を高速で撃てるみたいな。そんな感じのことを想像してたんやけど、あ、こっちやったらちゃんとできる。あー、見て。これ反応しにくくなった。マジで言ってる？これ。COD モバイルってさ、ここちゃんと考えて作ってあんのかな？これ、3000円しました。いや、2000円ぐらいだったかな。こっちの照準ボタンでやってみようぜ。照準ボタンやったら、照準ボタンでもなんか反応しなそうやな。あ、いけたいけた。ちょっと待って。うわ、え、ちょっと待って。これさ、射撃ボ、あの、照準ボタンやばいぞ、これ。照準ボタン、ぴったりっていうか、荒野行動では、うわ、うわ、うわ、え？でもちょっとこれ、あ、でもちょっとなんかバグってるぞ。ちょっと待って、ちょっと待って。うわ、来た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 。やっても弱いぞ、これ。弱えぞ。なるほどな。こうやってして。でもさ、これさ、連打機。これ連打機の特性が全く生かされてないねんけど。これさ、長押しじゃなくて、こっちの、何やったっけ、この、タップ。あ、こうしたらあれか。こうしたら普通に見えてるかな、みんな。あの、タップなら反応しません、これ、皆さん。なるほどな。壊れました、これ。一回外して。え、ちょっと待って、マジで壊れてんけど。え、マジで壊れた。ちょっと待って。あー、いけるけど、いけるけど、くっそ使いづらいな。こうでしょ、だから言うたら。いや、なんか、あれやな。まあ、確かに、これさ、スマホとかやったらどうなんねやろな。俺これ今さ、Android の携帯使ってるんですけど、これね、ゲーム用のやつ使ってるんですけど、これもしかして、これわかるかな？幅足りひんのよ。ほら、わかる？これ多分行ったらパキってなるやつやな。これ壊れるやつや。悲鳴上げてんもん、連打機が。ちょっと待って。これ一旦ケース外そうぜ。やばい。あ、ほんまに、お前。これだからパワー系は。よし。iPad より幅広いとかある？そんなことある？これ iPad より幅広くない？ちょっと待って、iPad より分厚いぞ、この Android。ねじ込みました。一回ここの射撃ボタンのところに連打機つけてみようか。よっしゃ。結構硬いね。なんか壊れそう。大丈夫これ。これで、いやーでもこれスペースがなさすぎる。あー、でもこれ単発武器じゃなかったらちゃんと撃てんねや。まあこれを射撃ボタン代わり、ここで押すのがめんどくさいっていう人は、これね、実際に押すのがめんどくさいっていう人はこの連打機のこのボタンを押してね、まあ撃とうっていう操作。 こんな感じなんで、ね、言うたらわかるかな。なんかしかもさ、なんか今 M4 ちょっとおかしかったような挙動が。大丈夫？あ、壊れた。俺が想像してたのと360度違いすぎるな。そんな一周回ってるやないかっていう話なんですけど、いや本当にそうで。皆さん、これで終わりじゃないんですよ。もう一ついきましょうか。もう一つね、なんか中国さ、こういう製品作りすぎじゃない？なんかこういうの流行ってんのかな、中国で。裏にペチッとこれシール剥がして、で、この後ろのiPad の後ろに貼り付けるやつなんですけど、ちょっと一回実際に貼り付けてみるか。こうして、大丈夫かな？これ、あ、使い方合ってるよな。まずここのフィルムをピリピリピリって剥がして、これさ、一回剥がしたらさ、粘着力落ちるよな。ここにこうやってつけると。つけてるとこ大丈夫？まあ、いっか。とりあえず多分外すこともできるやろから、こうしといて、大丈夫か？こうして、で、ここで、裏で、こうやったら、こうやって、裏でこうやって持ちやすくなるっていう。固定して持ちやすくなるっていう。これはね、本音言うよ。これは、多分みんなからやったら見づらいやろうけど、全然ありです。全然あり、これは。使いやすすぎる。しかも、このグリップすごいんが、このグリップの予備もあるんですよ。だから、グリップの粘着力がなくなったら、この箱の中から予備のグリップの粘着を取り出して、これをさらにつけれると。っていうこともできるんで、まあ、粘着性の、まあ、心配もあるんですけど、こういう予備のね、まあ、替えがあるっていうことも、かなりね、個人的には評価が高いと思います。俺これからつけようかな。いや、それぐらいなんよ。それぐらい使いやすい。これは画期的。しかもね、これね、粘着力、今このなんていうんやろ、この保護フィルム、貼り直そうとして、ケース貼り直そうとして取ろうとするんですけど、粘着力結構高いわ。でもこれね、一回外すと多分なんか粘着力落ちるとかないよな。これワンチャンスマホとかやったらさらに使いやすくなるのかもしれない。ちょっと今回俺 iPad でね
まあ、試してやるんですけど、多分これはスマホとかでね、やるのも全然あり。粘着力はね、多分みんなが想像してるよりちょっと違うな。ね、ほら、結構みんなが想像してるようにね、わかるかな。ここだけで持てます、ここだけで。あー、でもちょっと、この、なんて言うんやろ、後ろのグリップを調整する必要ありそう。ちょっとね、微調整する必要ありそうですね。微調整する必要ありそうなんですけど、なんかね、使いづらくなるとか、そういうのは全くなくて、ちょっと今カメラ撮りながらね、やってるんで、若干操作方法とかはいつもと違うっていうか、やりづらいっていうのはあるんですけど、カメラ撮影しながらなんでね。でね、結論、今回2つ買ったんですけど、連打機とこのグリップ、明らかにこのグリップの方が使いやすいわ。グリップはね、全然買ってもいい。まあ多分プロゲーマーとか、もうほんまに強さにこだわりたいっていう人だったら、全然このグリップはね、買ってもありなんじゃないかなと思います。しかも、まあ個人的にはね、これデバイスチートにはそんなならないと思うね。まあデバイスチートに当たらない可能性が高い。なんでかっていうと、そんなこと言ったらこのスタンドもアウトやし、この下につけてるね。ただこのグリップで注意しないといけないのは、結構ね、微調整が必要っすね。何回か試行錯誤してこのグリップを付け直さないといけないんで、それだけちょっとね、厄介かもしれないですね。まあ、指の大きさとか、あと指の細さで、このグリップの位置っていうのは変わってくるんで、こうやってここで指で引っ掛けて、で、このまま、まあ、グリップ感、このガッチリ感っていうのを、まあ、ちゃんとホールドできてる感じ。ワンチャン、このスタンドなしで、スタンドなしでこうやってするのもあるよね。このグリップだけっていうのもあり。このグリップ裏やって、このグリップだけするのも全然あり。個人的には、このグリップ、かなり評価高いですね。神キンズポイントで言うと、86点ですね。まあそれぐらい俺は、このグリップに信頼を置いてます。だがたかし、今回紹介したこの連打機、こいつに関してはマジでクソ、絶対買うな、絶対買うな。あの、大事なことなんで3度言います。絶対買うな、絶対買うな。では皆さん、これからね、あの、この連打機の耐久テストをしていこうかなと思ってます。耐久テストですね。よくあると思うんですよ、床に物を落としてしまったとかあると思うんですよね、掃除してる最中に。で、もし床に連打機が落ちてた場合、壊れないかどうかっていうのをね、商品の耐久テストっていうのはものすごく大事なことですから、ネジ1本外れるだけで重要な事故になってしまうことだってあるんですよね。言いますよ、一旦ここに連打機が落ちてるとします。ここっすね、これね、見えるかな。で、もしここにダンベルを落とすとします。5キロです、5キロのダンベル。いきますよ、耐久テストですからね。こんな商品世の中に出回らさせちゃダメですよね。じゃあ次、 12.5 キロですね。これ 12.5 キロ、俺がいつも使ってるやつなんですけど、まあ俺だってあるんですよ、こう筋トレしてて床に連打機が落ちてるみたいな、そういう状況人生に1回はあると思うんですよね。いきますよ、重大な事故につながりますからね、これやんないと。いきますよ、 Nope。 こんなものを世の中に出しちゃダメです。今回は亀のしくじり先生ということで、皆さんぜひぜひ参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。